はい、どうも、こんにちは、マガレツです。今日なんですけども、PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、今回はですね、前にも僕とコラボしてくれました、梅ちゃむさんがまた来てくださいまして、梅ちゃむ講座を、サノックでやってくださいましたので、今回はサノックの強ポジについてお伝えしていこうと思います。前々から僕の動画を見てくれている人はもうわかると思うんですけれども、梅ちゃむさんはシーズン2のランク1位の方だったんですけれども、今もトップランカーとして、まあレートをね、上げるためにどうすればいいかっていうのをね、考えている人なんですけれども、まあ今回はその梅ちゃむさんなりの立ち回りっていうのをちょっとお伝えをみんなにしていければなと思います。で、もちろん立ち回りって人それぞれいろいろあると思います。キルを取る立ち回り、安全に敵と接敵しない立ち回りとか、いろいろある中での、これは梅ちゃむさんなりの一つの例だと思って聞いていただければなと思います。じゃあ、それでは早速教えてもらいに行きましょう。 GO！ じゃあよろしくお願いします。どこから説明してもらえますかね。そうですね、まず車を取りたいんで、ブートキャはい。ンプ行きましょう。このピンの両はい。サイドに車が湧くんで。わかりました。行きます。まあ、車取るんですね。そうですね、やっぱブートキャンプにはいっぱい来るんで、まあ、休みの車キープしてから集落あさりに行くとか。ああ、なるほどですね。なきゃないで、はいはいはい。その先の集落を漁る感じで。なるほどですね。じゃあ、車はもうキープしておくみたいな感じの立ち回りみたいな感じそでうすですね、ね。車早い段階でキープしてる方が楽かなっていう感じします。梅ちゃんさん、あれですよね。前の、なんだっけ、エランゲルの時も、基本的には車を常にキープしてたような感じですもんね。そうですね、車強いんで。ああ、やっぱ強いですか。サロックで結構車使わないムーブばっかりしたんですよ、自分。使わないムーブの方が多分多いと思います。遠くに行くのが、はい。収縮が早かったりするんで、ああ、なるほどですね。結構なんかね、車取って遠くみたいなのがなかったり、どこでも論破らしたりしたら届いちゃったりするんですけど、そうですね。今の、ブートキャンプの四隅取れなかったら、ちょっと走ってこの集落を漁ると、はいはい。ここも確率湧きなんですよ。ああ、なるほど。だから、本当ここだ。ら辺漁って、はい。車キープとかっていうのも逃げとして使えるんで、ここああ、らな辺るほどですね。取ってみたいな。はいはい。これ、強ポジいきなり行っちゃっても大丈夫ですああ、もうぜひぜひ、強ポジ教えてほしいですね。サノックの強ポジ全然知らんなか？はい。サノックの強ポジは本当に岩が強いですね。基本的にはー。岩はい。を取るのが強いんですけど。確かに山とかに岩結構ありますもんね。ところどころはに。い、建物ってやっぱり本当に強い建物じゃないとドはい。ブになっちゃうんで、この川沿いっていうか海沿いのこの岩の地帯は全部あ、ここの強い。辺。はい、全然強いですね。車を隠したりとかはいはい。して、行くのが強いかなっていうところなんですけど。なるほどですね。ここがまず一つ。そうですね、ここら辺一帯をが強いんで、確かに。ここも強いんですね。ここから行くと、はい。アンチによるんですけど、こっちはい。がアンチだったら今のところらへんが強くて、はい。で、完全にアンチこっち側だったら、ここが強いですね。あ、本当だ、くぼんでますね。ここが今めっちゃ強いですね。 本当だ。ここだったら車線切れますね。はい、ここが一番強いですね。ああ、ここいい、ここいい。で、ここだともうブートキャンプ、やってんなみたいなはい感じはいはいはい。はい。で 見てて、で、これ、たまに、NE 方向のところに、無理やり走ってきて、打ち合いすることがたまにあるので、それで、その車あると、あ、車線向こう切れが、る。そうですね、向こう岸しかないんで、確かに。こ車あっれたらで、強いですね。強いですね。なきゃないでバレないんで、はいはいはい。どっちもありなんですけど、こっち行くと切れてる確かみにたいな。ここ強いな。場所的にはブートキャンプの外れの川沿いというか海沿いですね。海沿いですね。ここは本当に後半戦になったら、やっぱブートキャンプって絶対人降りるじゃないですか。降りますね。絶対降りる。で、後から入ってくるときに、絶対向こうの方が、もともといる人たちの方が有利なんで、ああ、確かに、後から行けないですね。後からちょっと行くのきついなーとかっていうときに、こういうポジションを取っておく取っみていたいく。な。ああ、なるほどですね。え、梅ちゃむさんはこういう強ポジとかはやっぱこう、探すんですか？ルームとかだって。それとも、そう、探してますね。ああ、もう探最しに近、行くんだ。はい、探します。へで、探すポイントっていうのが、え。はい。よく強ポジって教えちゃうと弱いとかっていうふうに、そうそうそう、よく、僕も思ってました。よくありますよね。ただ、オセロのイメージなんですけど、オはいはいはい。セロの四隅、知っ
分かってても強いじゃないですか。先に取っておけばもう後から来ても全然勝てるよみたいな感じですね。そうそうそう、来たらもう、え、いんのかよみたいな、そういう強さを占めてる場所っていうのは、まあ、数いっぱいあると思うんで、はいはいはい、そういうところをその、まあ、アンチによっても違ったりするんで、はい、自分でまあ作っていく。めちゃめちゃ立ち回り重視って感じですね。立ち回りとか強ポジを取って勝っていくみたいな。強ポジ探すの楽しいですか？ルーム開いて強ポジ探そうなんて俺思考なかったな。でも結構実戦でも探しますけどね。ああ、実戦で探しながらみたいな。ちょっとこの間にワズ、ちょっとワズ探してもらっていいですか？あ、いいっすよ。走って下がるんでワズの方がいいんですよね。これ車で行っちゃっていいんですか？はい、ですよ。あ、了解です。激戦区って言ったらやっぱりパラダイスとあれですよね、そのブートキャンプっていう感じ。そうですね、パラダイスとブートキャンプが一番こうアンチに入る確率も高いんで。はいはい、真ん中ですしね。結構そうですね、最初避けて、はい、後から入るみたいなことが多い場所かなっていうのが結構あって。はい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 。で、車そのそっち側ですね。じゃあこれ乗ってもらっちゃった方が、ね、あ、そっち、はい。あー、こっちから見てもわかんないな。こっちから見たらわかんないな。本当に近寄んないと、本当に近寄んないとわかんないぐらいだから。近寄んないと見えないし、で、はい、こっちは別にこうやって狙えるじゃないですか。狙いますね、狙いますね。で、これがここにあることで、S から210度の、はい、のカートだからもう、こうやって死んでも、ここに、はい、ここで救助できるんですよ。あー、スクワットだったら確かに助かりますね。で、こっちも車線切れてて向こう手出せないし、うん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 、で、こっちで万が一抜かれても、まあ、ここで救助できる。なるほどですね。しかも、この辺まで来ないと、はい、そこの小屋のやつらからは抜かれないんで、あ、本当にもうこの辺来ないと抜かれなくて、はいはい、こっちだと見えないんですよ。あ、確かに見えないですね。で、ここから見えるとしたら、本当あの丘上、S 方向の丘上ぐらいしか抜かれないんで、はいはい、確かに。でもこうやっても待ってればこっちももう一方的に打てるし。ああ、じゃあパラダイスリゾートがアンチになったらこんな感じでいつもやってるか。ここでいいっすね。ここで遊んでていいと思いますね。なるほどですね。はい、もうレート戦だろうとなんだろうとやっぱ遊び心は大事なんで。確かに。はい、なんかあの PC 版とかだと完成された建物とかなんで、はい、はいはいはい、モバイルだからこそなんかこういうわけわかんないいろんな遊びが。確かにそうですね。モバイルじゃなかったらこれできないな、はい。ここスクワットでも強いんで、いいで、ね、量でも強いし。ここおすすめポジですね。ここですね。はい、ここですね。はい。はい。まあ、こう、まあ、見てもらうと分かるんですけど、まあ、はい、4つ固まってるんですよね。本当だ。で、ここと、まあ、そのそばにもあるんですけど、はい、岩が密集してて、はい、まあ、4人こう、こういう風に車をつけてもらったりすると、まあ、2台とかで来たら、まあ、この辺にもつけてもらったりすると、はいはい、ここ陣取れるんで壁になりますね。壁になるし、まあ、車線も切れてるし、結構あの上の方なんで、うん、下の敵から完全に有利取れる位置ですね。あ、なるほど。先に行ってしまえばもう、で、車もこういう風に岩に合わせて、はい、まあ、車線が切れるようにこういう風に、つけてもらったりして、はい、上の車線を切ってもらうと。あ、確かにこっから登ってくるの怖いな。これはもう完全に後ろがちょっと怖いなぐらいなんですけど、はい、まあ、車とかで、切ってもらって、まあ、4人だったら、ね、カバー全員多分できるんで。確かにそうですね。相手は怖いですね、これね。こっち来るの相手はもう待ち構えてるともう近づけないんで。近づけないですね、ここは。はい、車で突っつってきても絶対撃ち落とされちゃうし、はい、まあ、その辺の木とか岩の裏にいてもグレネード飛ばせちゃったりするんで、はい、はいはいはい。でこっちはあの4つあの岩があるんで、はい、まあ、どこの岩の裏にいるかも分からなくなるのでグレネードも回避できたりとかしますね。ここ最新アンチだったら確かに強いな。特にこのタイプの岩が強くて、はい、はい、このタイプの岩にもう車1台ぶつけてもらえれば、はい、このタイプの岩って何？あ、な、細長い感じですか？岩にタイプがあって。岩にタイプがあるんですか？タイプがあるんですよ。あ、そうなんですか。はいはい、まあ、車1台用意していただけると。あ、ほんとだ、三角形になって壁になる。もう壁ができるっていう、強いですね。なるほど。
めちゃめちゃ岩のタイプまで全て覚えてるんですよね。岩驚異的な。結構ありますね。こういうタイプとか、ちっちゃな岩とかいろいろある。マジっすか、ね、やばいな、すげえな。すごく木裏、木が細いやつ多かったりするんで。あ、ほんとっすね。これ抜かれちゃいますもんね、結局。そうなんですよね。なので、うん、まあ、細い木しかないようなところの岩とかを中心に取っていくと。あー、なるほどっすね。岩が重要なんだな。岩しかねえじゃんっていうところに、はいはい。そうですね。岩しかねえじゃんっていうところに、先に行けるという。なるほどですね。隠れても、はいはい、体出てんじゃんみたいな。なるほど。感じになっちゃうんで、まあこういうところを先に取って、はい、行く。あとはまあ車をまあ動かしながら、うんうんうん、移動するとかっていうのが結構安定した動きできるかなっていう感じですね。なんか新しいですね。僕がなんかいつもこうなんだろう。立ち回りというか、いつもサノックでやっていた立ち回りっていうのは、全然車がいらないと思っていたから、こう、やっぱ安全収縮早いけど、狭いから、入れるじゃないですか、一応。そうですね。うん。でも、梅ちゃんさんはこれは、なんか遮蔽物に使うために必ず持っていくって感じなんですね。そうですね。岩一つでも全然変わってくるのと、やっぱ移動中に抜かれにくい。はいはいはい。あるんで、はい。そういうのも考慮すると、はい。車は1台はキープしたいなっていうのはありますね。量でもスクワットでもそうですけど。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ということで、今回は梅ちゃむさんにですね、強ポジということで、まあ、車ブーブ、ちょっと珍しかったんですけども、車ブーブで、車を遮蔽物として使うサノックの立ち回りを教えていただきました。今日ありがとうございました。ありがとうございました。また、ちょっといろいろ教えてもらうために、ちょっと梅ちゃむさんと今度ご飯行きましょう。行きましょう。じゃあまた皆さん、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、梅ちゃむさんのチャンネル登録、ツイッターも、概要欄にチャンネル登録、ごめんなさい、チャンネルとツイッター、概要欄に梅ちゃむさんの載っておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよかったらよろしくお願いします。で、あと、通知ボタン押していただけると、生放送とかもやっておりますので、そちらの通知も来ると思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。